コスティエール・ド・ニームは、フランスのラングドックル・シオン地域圏がある県のワイン産地の名称である。ローヌ川の右岸のニーム市とその周辺の23の村で生産されている。中心地のニームは、有名なガールの水道橋がある。歴史の古い町だが、ブドウの栽培歴も、フランスでは一番古く、紀元前数世紀に遡ると言われている。しかし近代には、 ボルドーやブルゴーニュなどの他の産地がワイン文化を発展させたのに対し、この辺りは安価な日常用のワインを大量に生産する地域に甘んじ、ワイン法ができた当時も奥より格下の VDQS ワインとしてしか認められなかった。奥を獲得したのは1986年である。この地域は行政上のラングドックルシオン地域圏であるが、ローヌ側にも面しており、 古くからのローヌワインの産地である、タベルやリラックなどと隣接している。ローヌワインといえば、ボルドーやブルゴーニュと並び、フランスワインのご産夜の一つだが、ラングドックのワインといえば、最近評価は高まってきたものの、まだまだ安ワインのイメージが強い。奥に昇格した後も、ラングドックワインから3回移動が行われ、2005年以降は、ローヌワインのカテゴリーに入っている。 そのため、ワイン関連の書籍では、今でも、ラングドックのワインとして分類してあるものもある。赤、白、ロゼが作られており、赤とロゼは、グルナッシュ、シラー、ムルベイド料を中心に、白はクレレット、グルナッシュブランなど9つのブドウ品種が認められている。通常、2つ以上の品種を根性して作られる。赤ワインの割合が多い。赤ワインは、グルナッシュ特有の スパイスのような香味のものが多いが、最近シラーシュをメインに使った、バニラのような甘い香りと、ナッツあるいはパンなどをトーストしたような香ばしい風味の、いかにもローヌらしい雰囲気のワインも増えてきている。生産量も多く、比較的安価なものが多い。ありがとうございます。